チェイサーです。今回はこちらのキューレンジャーチョコを10箱一気に開けていきたいと思います。はい、このレンジャーものとか仮面ライダーものは放送開始日あたりにこのシリーズ出ますね。大当たりが出ると特別なものがもらえるもので、今回はキューレンジャーチョコ限定のオリジナルキュー玉を当てようということで、キューレンジャーチョコ限定のオリジナルキュー玉が2000名様に当たるそうです。応募締め切りは2018年の3月15日当日付新有効となっています。大当たりシールというこういうシールが出たら必ずもらえるそうです。大当たりの場合、上のようにキュー玉大当たりシールが商品内袋に貼り付けられています。キュー玉大当たりシールをお手持ちのハガキに貼ってご応募くださいと書かれています。こちらが当たったらちょっとキューレンジャーシリーズ買っていこうかなと思っています。はい、今回はどんな感じなんでしょうね。では早速当たりが出るか開けていきたいと思います。はい、1箱目いきます。じゃじゃん、どんな感じなのかな。はい、こんな感じで、あ、袋が入ってますね。大当たりの時にはこの袋にシールが貼ってあるみたいです。お、これはなんかこのまま袋かっこいいですね。この袋自体も結構おしゃれな感じ。キューレンジャーのマークが入ってますね。中のチョコは、これだとうまく開けれないな。感じで星型のスナックが入っています。いただきます。うん、軽いシミチョコみたいな感じで美味しいです。思ったより量入ってますね。一袋に何個入ってるかな。はい、これでおしまいかな。1個食べちゃったので今ここに13個あるから14個か。はい、14個入っていました。子供だとサクサクサクと、一人分にちょうどいいぐらいの量じゃないかなと思います。一袋あたり101キロカロリーとなっているので、まあ、1日1回のおやつにちょうどいいぐらいですね。はい、こちら。箱の横にこの1ポイントみたいな感じのマークが書いてるので、これでも応募できるのかな。多分そんな感じなんでしょう。これが出たら確実にもらえるんですけれども、こっちの応募券を集めても、あの、応募できそうな感じですね。はい、では残りの9箱どんどん開けていきます。大当たりシール入っているか見ていきましょう。箱目、せーの、じゃん。あー、残念、残念です。まあ、これなかなかっていうか一度も当たったことないんですよね。出てきてくれたことないんですけど、今回こそは来てくれないかな。3箱目もダメ。はい、4箱目いきます。どうだどうだどうだ。あー、来ない。はい、5箱目いきます。はい、どうでしょうか。来た。いやいや、来ないね。もうここが来たって もしかしてみたいな感じで思うんですけど、なかなかやっぱり来ないですね。はい、6箱目いきましょう。どうかなどうかな。じゃじゃん。はい、なし。箱がいっぱい。8、違う、7箱目いきます。じゃじゃん。あー、残念。8箱目いきます。どうかな。じゃじゃん。はい、じゃん。はい、ないですね。残り2箱になっちゃった。
はい、では開けていきます。じゃん、じゃん、あー、ない。早い、残り一箱になりました。開けます。じゃん、はい、なかった、残念でした。まあ、このお菓子美味しいので子どもたちが全部食べ終わった後ぐらいにまたちょこっと買ってみようかなと思います。はい、というわけで今回は9レンジャーチョコを開けてみました。当たったら超ラッキーなので見かけたらぜひぜひ買ってみてください。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。